皆さん、こんにちは。性加害疑惑が報じられ、アジアカップ期間中に日本代表から離脱し、世間で話題となっている伊東純也選手。そんな伊東純也選手は所属チームに戻り、11日にはアウェーでのロリアン戦にフル出場。チームは0、2で敗れ、伊東選手も得点は奪えませんでしたが、積極果敢なプレーで、かつてと変わらぬ躍動感あふれるスタイルを見せ、フランス紙のレキップは選手の個人評価で伊東選手をトップの選手の一人に選出し、チーム最高の6点を与え、その理由について、日本で性的暴行で告訴されたために非常に注目されていた日本人右ウイングは点呼に応えた。存在感を見せた。たとえ断続的であったとしても、ランスのオフェンスを率先していたのは確かに彼だった。しかしチームメイトたちに助けられなかったとしてプレーを称えました。ランス地元紙ユニオン電子版は、試合後のスティル監督の発言を掲載しており、ロリアン戦後伊東選手について指揮官は、彼、伊東は良かったよ。少し前からプレーをしていなかったので、リズムに欠けていたかもしれない。この試合に勝つためのリアリズムとクオリティに欠けていたチームのイメージ同様だと答え、また、彼、伊東は我々のクラブで歓迎されている。彼がプレーできる限りプレーするだろう。我々にとって彼は重要であり、伊東問題はないとも強調しています。試合前には、ピッチ外で何が起こってもサッカー選手としてプレーする準備ができていて、本人がプレーできると感じていればチームのために起用する、彼にもそう話していると明言し、チーム内における序列の高さを主張していたスティル監督は、非常に優れたサッカー選手であることに変わりはない。彼の周囲で起こっていることに関してクラブはうまくコミュニケーションが取れていると思う。それ以外のことは我々の及ぶところではない。とにかく伊東は我々にとって必要なサッカー選手だ。今我々はそこに集中していくつもりだ。週の初めはカタールからの移動もあったので疲れているように見えた。だがトレーニングに復帰してから良い状態だったし、積極性と意欲も見て取れたよとも語っていました。1月31日に週刊新潮のニュースサイトデイリー新潮ね、昨年6月20日に行われたキリンチャレンジカップ2023のペルー代表戦後、女性の同意なく性行為に及んだとして刑事告訴されたと報道された伊東選手。これを受け、日本サッカー協会 JFA は伊東選手の大会途中離脱を発表。驚きの報道があった中、スタッドランスは声明を発表し、推定無罪を考慮して、人間的な資質と行動に対し疑問視したことは一度もありません。現段階でも現在に至るまでも、クラブは選手との連帯を示しますと伊東選手に寄り添うことを表明し、さらにスタッドランスの会長であるカイヨ氏も、伊東とは話をした。私は推定無罪にこだわっている。彼は何も間違ったことはしていないと主張しており、私には彼を信じない理由がないと伊東選手の件に声明を出していました。またチームの守護神でもあるゴールキーパーのイェフ・バンデューフ選手は、彼が戻ってくれば普通に歓迎されるはずだとコメント。このように伊東選手に対してはチームの様々な人物が声明を出しており、そんな中で伊東選手が無事にランスに合流した写真をチームの公式 X がアップすると、日本語や英語、フランス語などで、伊東に大好きなサッカーができる場所を与えてくれてありがとう、僕らを導いてくれる純也、伊東、彼の写真を選んでいただき本当にありがとうございます。伊東が全力でサッカーに打ち込むことができますように、これからも応援していきます。伊東を信じてくれてありがとう、スタッドランス最高などの声がファンから寄せられていました。これを受け、ランスのありとあらゆる情報を発信している地元紙のラ・ユニオンは、性的暴行を告発されたストライカーは今後もプレーしていくだろうと伝えています。さて、現地フランスや所属チームでは伊東選手に対して熱い信頼を寄せていることが分かりましたが、
一方で日本では JFA が、彼は一人のプロ選手としてしっかりと自分のことを律しながらやる必要があると思っているなどと突き放すようなコメントを出しており、 SNS ではさすがランス、これが一緒に戦うってことだよね、どっかの代表と大違い、伊東純也をスタメンで出すスタッドランスと代表離脱させる日本代表の差、チームで一番上手い選手を、ただ疑惑を持たれたというだけで試合に出さないとかアホすぎるもんな JFA は見習いや、選手を守らない JFA 幹部は交代してほしいなどのコメントが多く集まっています。このように日本代表としては今後も出場が不透明となっている伊東選手ですが、2月5日都内で取材に応じた伊東選手の代理人弁護士を務める加藤博太郎弁護士は、速やかに名誉を回復しワールドカップ予選までには決着させたい、裁判を待っているわけにはいかない、そうなると選手生命が終わってしまうし26年ワールドカップも終わっちゃう、そうならないために急いで進めていると迅速に解決を進めていくと説明しており、さらに女性側の訴えがかなりのでっち上げなので捜査は速やかに終わり不起訴はすぐに出ると思っている、必要な証拠も出している、 1,2 ヶ月はかかるがそれでも早い方と自信を示しています。また女性側が告訴を取り下げるなどした場合は北朝鮮代表と2連戦する、3月のワールドカップアジア二次予選で復帰できる可能性も出てくるそうで、フランスに滞在しながら結論を待つ見通しとのことです。加藤氏は伊東選手から弁護の依頼があった先月27日以降毎日連絡を取り続けているそうで、アジアカップ中の様子について、日本代表が負ける瞬間も私と話をして非常に残念がっていて憔悴していた、悔しい思いと明かし、選手生命が脅かされるような虚偽告訴で試合に出られないということはあってはならないと語気を強めています。週刊誌でこの騒動が報じられる数日前にはランス大学病院のイベントに出席したフランス大統領夫人であるブリジット・マクロン氏が、ランスで活躍している日本人がいるんだけど彼の名前は何だっけと注目選手に伊東選手を指名し、リディエ、彼をフランス代表に招集すべきです、なぜ彼を選ばないのですかとフランス代表監督のディディエ・デシャン氏に問いかけ、デシャン氏がこれについて、まあ彼は日本人だからと回答する。一連のやり取りが話題を呼んでいた伊東選手、国籍変更が容易であれば今すぐにでもフランス代表に変更なんてこともあったかもしれませんね。騒動が続いている伊東選手ですが、早くことが収まるように願いたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。